はい、皆さんこんにちは、今回はね妖怪ウォッチ新打ちではなくて1月22日、今日発売されました任天堂タッチカービィスーパーレインボーをやっていきたいなと思います。12月13日に妖怪ウォッチ新打ちが発売されて、まあほぼ 100% そればっかりやってきたんですけど、コメント欄が荒れたんですね。妖怪ウォッチばっかりみたいな感じで荒れたんですけども、妖怪ウォッチに関してはですねある程度落ち着いてきたんで、これからは、まあ、妖怪ウォッチもやらないわけじゃないんですけど、他のゲームソフトもねやっていきたいなと思います。僕がですね今これから一番楽しみなのは任天堂から出るゼルダの伝説ムジュラの仮面かな、任天堂 3DS から2月の中旬あたりに発売されるんですけど、それが一番やりたいで、ゲーム実況ももちろんやるつもり。まあゼルダの伝説はですね、僕がこの一番最初にゲーム実況やったのが実はゼルダの伝説だったんですよ。ゼルダの伝説神々のトライフォース2か、任天堂 3DS だったんですけどその時はね僕のゲーム実況があまりにも下手すぎてほとんどちょっと再生されなかったんですけどね、まあそういうちょっと因果関係もありまして、ちょっとゼルダの伝説に関してはちょっとゲーム実況ねやっていきたいなと思います。まあ、シュウヤさんとかね、まあ、ロアさんとか、有名でゲーム実況が上手い人がいるんで、ちょっとゼルダの伝説どうかなと思うんですけどね。まあいいや、とにかくですね、今日はこれ、タッチカービィスーパーレインボーやっていきます。値段はね、3700円とか800円とか結構安い。ちょっと前にあったね、ゲームソフト、なんだっけ、キノピコじゃなくて、キノピオの大冒険。キノピオ隊長の大冒険だ。あれも値段がね3700とか800円で結構安くて、で結構ボリュームもあるんで楽しめたんですけどね、今回はこれやります。じゃあまずはねやっていきましょうか。完全初見プレイなんでどういうゲームなのか全く分かんない。タッチスタート。ファイル1ファイル2ファイル3どうすりゃいいんだこれ。メインモードとチャレンジモードがあるけど、まあとりあえずはメインモードをやっときゃいいのかな。これはメインモード。あ、いきなりなんかアニメーション的な紙粘土、なんか NHK で流れてそうな、なんかこれだけ見ているだけでも楽しいみたいなね。あ、リンゴ。誰お前いきなり知らないやつが出てきた。そうそう、僕ね最初に言っておくとね、星のカービィほとんどやったことないんですよ。だから本当に初心者なんで。まあ星のカービィ自体は僕のね小さい時からあったんですけど、なぜかねちょっとやる機会がなかったんだな。あ、これどうなってんだこれ。あ、なんかみんな白黒になっちゃった。何かが落ちてきた。かわいい女の子だったんだ。色を塗ってくれた。だからお前誰だよお前。あ、逃げていった、あのなんか手のやつが。カービィ以外のやつはみんな、あ、悲しそうな目してる。あの奥に何があるんだろう。
オッケー。なんとなく事情は読み込めた。うん。あ、入る。まずはこっからか。グリーンバレー、レベル1。旅の始まり、このステージへ。ちょっと待って。あ、タッチペンか。そうだ。このゲームってそういえばタッチペンあったんだ。え、どういうことよこれ。ん？ごめん、本当に初見だから意味わかんない。あ、なるほどなるほど。星のカービィ転がっていくんだ。で、このタッチペンでなんか道筋というかそれ作ってあげるんだ。なるほどなるほど。あれ、よし、やばい、これ頭使う系じゃん。俺一番苦手なやつなんだけど。これ普通に体当たりで倒せる。あ、倒せるね。あー、ちょっと操作方法がいまいちよくわかんない。あー、ダメージ食らってる。こうかこうか。ここは、あ、なるほどなるほどね。ヒントヒント。今の段階はなんかチュートリアル的な感じかな。あれ、どうすりゃいいんだこれ。転がっていけ。ちょっと転がっていって。あれ？ちょっと待って、本当に分かんないな、操作を。操作方法が分かんない。ん？うんうん。うん、こうか、こうか。転がっていった、転がった。あ、こうだ、こうだ、こうだ。なるほど、なるほど。こう、あ、無理、絶対無理、これ。あ、いけるんだ、それでも。あ、やばい、落ちる落ちる、落ちた。で、あとはこうか、こういって。ああ、大丈夫かこれ、大丈夫かこれ。あ、下下下下だ、下下行ってジャンプで左行った方がいいのかな。左、あー、ちょっと怖いなこれ、怖い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 。どうすればいいんだろう。あー、危ない危ない、敵がいる敵がいる敵がいる。あー、だダメージ受けるときと受けないときの違いがよくわかんねえな。向きを変えるには壁を作ろう。なるほど。ちょっといきなりゲームオーバー。ちょ、さすがに初見プレイは厳しかったかな。説明書読んだ方がいいかもしれない、うん、あと、あ、そうだそうだ、こうだこうだ。あ、違う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 、向きを変えるのはこうか。で、なんか何か、あ、線。そうか、確か下だよね。下行ってジャンプ。画面の左上のなんかレインボーみたいなゲージはあれなんか意味あるのかな。あ、ちょっと待ってよ、なんかここ行けるようになった。そうだ、問題はこっからだよ。どうすればいいんだろう。ちょっとこいつら倒したいな。そうだね、右行くんだよね。あ、ダメ、そっち行っちゃダメ。体当たりしたら壊れる。こ、あーあああ、ちょっと待て待て待て、もう行っちゃダメ、行っちゃダメ、行っちゃダメ。どうすんだよこれ、どうすんだよ。ああ、これ壊れないかな、この下の。
うわー、ダメだー、わかんねー。さて、さすがにね、操作方法わかんないのはちょっとまずかったんで、ちょっと今調べてみたんですけど、わかりました。結局カービィにタッチするとこれでダッシュするんでね、この状態で突っ込むと敵を倒したり壁を壊せるみたい。よし、 OK。 ちょっとダッシュで、ダッシュダッシュダッシュ、まあ、ここから先どうすればいいんだ。あれ、全然全然びくともしないんだけど、コインを取るとか。あ、100個。ちょっと待ってよ、こっちだよね。全然びくともしないんだけど、どうしようかな。スターダッシュ、カービィをタッチしず、カービィをタッチし続けて大きくなればスタートダッシュ、硬いブロックも壊せます。なるほど。おらおら、違うのか。あれ、壊れないじゃん。ちょっと待って、違うな違うな。あ、今のか今のか、なんかちょっと違うな。おら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 、あれ難しいな。あ、そういうことかそういうことかい。どこまで行くの、どこまで行くの。ちょっと行き過ぎ行き過ぎ。なんかこれ、なんかすごいのがあったから、これをねゲットして、あー、ちょっとわかんねえわかんねえ。あー、ちょっと待て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 、これなんだろう。うん、よくわかんないけど、よし、こっち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 、あ、しまったしまった、インクがなくなった。結局このね、あの画面左上のレインボーみたいなゲージはインクらしいんだ。このタッチペンを使うと書くことができる、このなんだこれ、インクっていうのかな。ダッシュ、あとはもう一回ここか。どうやったんだっけさっき。あ、こうだこうだこうだ。で、こっちか。で、ゴール。まだ続くか。まだ続くか。ランの花が咲いてる。よし、ちょっと待って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 、まだ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 待て、待ちなさい。ちょっとこの星をね取りたいな。ちょっと待って待って待って、こっちじゃないこっちじゃない。あ、ダメだ、もうわけわかんない。いいや、もう行こう先。で、これがなんだろう。おお、そうなってぺちゃんこになって、あー、ちょっと待って待って待って、難しいなこれ。あー、ちょっと待って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 、あー、ダメだ、インクが足らない、インクが足らない。あー、取れた。まずい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 、どうなってんだどうなってんだこれ。お、これゴールっぽいよね。3アップ。宝箱をタッチ。なるほど。
選びようがないじゃん両方とも同じじゃん。せめてね、大きい宝箱、小さい宝箱みたいなね、そういうなんか違いがあったら選びやすいんだけど、左行こう。フィギュアゲット、なんだろう。あ、なんだ、両方取れるんじゃん両方取れるんじゃん。フィギュアルームがオープン、いろんなフィギュアをコレクションしよう。次へ、あ、オートセーブだ。アミーボを使えるようになりました。カービィ、デデデ、メタナイトのアミーボを使ってカービィをパワーアップ。なるほど。なるほどって全然分かってないんだけど。